はい、いよいよアメリカを出ます。今チケットを取ってイスタンブール経由でオランダの方に、ヨーロッパに戻ります。本当はオランダで1ヶ月ぐらい予定があったんですけど、その予定がなくなっちゃって、でも航空券は取ってたんで、まあ、とりあえず行くっていう、オランダに、はい、で前倒しに予定を早めて、9月の中旬にね、日本に帰ることにしたんですけど、この今サンフランシスコ空港からアムステルダムに行くんですけど、マジで日本に帰る分のお金がなくなったんで、このサンフランシスコではね、こう知り合い捨てでいろいろ紹介していただいて、お小遣いっていう形でいろんなお手伝いをさせてもらって、お小遣いをもらって航空券代をね稼ぎました。なんでこれからとりあえずねアムステルダムに行って、そこからまあちょっと観光して日本に帰ります。とりあえずねアムステルダムまで行きます。行ってきます。ドーン、着きました。超かっけえこの空港、やばくないですか。今現在時刻がもう12時、夜の12時になるんで、もう毎回のことみたいになってるんですけど、空港でね一泊してから明日の朝一で街に行こうと思います。ステルダムは空港から都市までの距離がすごい短くて、電車で20分ぐらいで行けるっぽいんで、明日の朝一でアムステルダムに行きます。完璧な計画